やっほー、嫁です。今日はシンプルに旦那のいいところと悪いところを3つずつぐらい言っていこうかなって思います。まあどう？どっちから言おうかな。かな、好きなものは最後まで取っとく派だから、悪いところから言おうかな。悪いところ、後先のことを考えれずに行動をしてしまったり言ってしまったりするところが本当に人として嫌だなって思う。なんかそれを言ったら空気が、こう二人でいるときね、それを言ったら空気がもうやば終わるなとかってあんじゃん。そういうことを言ったりとかしてしまうとか、あと行動、なんか例えばツイッターとかでもそうだけど、まあそれは花もあるかもしれないけど、例えばね SNS だったら SNS でそれ載せない方が良くないみたいなこととかを載せてしまって、まあ自由にやるものなんだけど、それをして自分が損をするようなことは花はしない方がいいんじゃないとかっていうタイプだからさ、やめた方がいいかな。てか嫌だ、人として超嫌だ。あと洗面所でトイレすんのね、うちの旦那ガチで。この間も前からそうなんだけど、それ本当やめてって言ってたわけで、まあ手を洗うとこだし歯磨きするところだから本当にやめてって言ってたら、まあその言った後に言われたのが、男はみんなしてるよって言われて、いやでも男がみんなしててもすごく嫌な気持ちになるからやめてって言って、分かったって言ってしてないと思ったら、この間お風呂から上がったらこうやってさ、こうやってやってたわけで、花さこうやってお風呂からガチャって出て、嘘でしょみたいな、まだその行為をやめてなかったってことにびっくりしたのと、本当それが本当にマジで本当に嫌だ。あともう3つ目はくっそケチなところが本当に嫌だ。なんかさ、自分はさ風俗とかさ遊びに行ったりとかさ、あとポケモンカードめっちゃ買うの。多分開封動画とか撮ってないか知らないと思うんだけど、みんなめっちゃあんの、本当にめっちゃあんの。しかも開けてない、ポケモンカード開けないんだって。これは資産価値だからとか言って、株だからとか言うわけ。はじゃん、それってさ、株と株だってそうかもしれないけど、お金ある人がやるからいいわけ。ある人が貯めるために、保険とかもそうだけどさ、ある人がやるからいいわけで、ない人がやっちゃいけないわけよ。それがクソ最近イライラする。マジさ、気づいたらさ、新しいポケモンカードがさ、まだね、やるならいいとか、開封動画するとか、開封動画みんな好きだからいいのにさ、開けもしねえでどん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 山積みになってんの。マジでうざい。ほんとマジそれうざい。いますか、こういう旦那さん。嫌なんだよね、ほんと。ポケモンカードで秋葉原とか行って、リザードンの、この間も2万5000か3万5000か4万5000か忘れたけど、なんか買って、てめえさーって感じ。それ買うんだったらさーって思わない？もっとさ、嫁にさ、くれてもよくねって感じ。そもそもうち生活費なんかいっぱいあげてる風であいつ言ってるけど、もらってねえからって感じ、そんなに。少ないからねって思う。そう、ほんと嫌だ。そこが超嫌だわ。っていうのが3つ嫌なところ。で、好きなところ3つ。まず、いいところはね、結構あんね、いっぱい。ああ見えていっぱいあるんだけど、いいところ、まず第1、酒を飲まない。これみんな飲んでるって思ってるかもしんないけど、あの人お酒飲まないっていうか、お酒弱くてお酒好きじゃないから飲まないのね。お酒飲まない。花はお酒好きだから飲んじゃうんだけど、最近は控えてるけど、お酒を飲む同士って、本当に飲んだ挙句、大体いいことが起きないから、飲み続けるとね。だからお酒を飲まないでくれてるっていうだけで、やっぱりちょっと制御されてる部分っていうのがあるから、そこ好きなところ。あと、ああ見えて記念日とか、記念日っていうか、なんだろう、あれなんていうの、誕生日、クリスマス、結婚記念日、母の日っていうものをすごく大切にしてくれて、何かを毎回くれる。まあ何でもいいの、それは。もうそれは気持ちだから何でもいいんだけど、なんかいつも考えてなんかくれるっていうのが好き。え、好きなとこもう5個ぐらい言った？まだいいところ。あと1個ぐらい言っとくか。あと1個、なんだろうな
え、なんだろうな、いいところ。難しいよね、思い出そうと思うとさ思い出せない。あと嫌なとこもう一個あった。こないだたまたまアンパンマンミュージアム行ったんだけど、娘が2歳で一生最初から最後までほとんど携帯をいじってた。なんかさ、ありえなくない？子供と遊べよって思って、3分ぐらい遊んでたけど、遊べよって思ってさ、ずっと走り回ってんの花マジかって思って。ディズニーとかだったらいいわけ、まだ長いから。アンパンマンミュージアムって滞在時間1時間半とか2時間ぐらいなんだけど、我慢しようよって。こっちも2時間タバコ吸うの我慢してんだから、携帯ぐらい我慢しようよって思ったよね。それがすごい嫌だ。最後ね、いい話で終わりたいから、なんだろうな、いいところ、あ、旅行が好き、好き、旅行が好き、それいいところか。あいつの趣味だよねそれって。なんだろう、いいところ、ちょっとまた思い出したら話します。さよなら。